おとぎ話始まりました。マンスリー MC を務めさせていただいてます、菅佐野です。先週に引き続き新崎浦さんをお迎えしております。よろしくお願いします。なんかね、前回いろいろ話せて、そうですね、めちゃめちゃこう楽しかったです、ね、すごい楽しかったですね。いや、新さんそんなルーツがみたいなのが結構いっぱいあって、はい、ちょっとじゃあ、今回はですね、新さんの音楽的なルーツをちょっと探っていこうということで、はい、マイライフコンピと、はい、新さんのコンピちょっと用意していただきまして、はい、僕もちょっとまだこれ見てないので、そうなんですよね、どんな曲を選んだのかとっても楽しみなんですけど、はい、マイライフコンピ、はい、1曲目は、はい、ビートルズのハードデイズナイトですね。おお、いいですね。僕も好きなアルバムです、これは。いや、いいっすよね、ジョンがね、もう爆発してる時の。いや、そうですよね、アルバムですね、これは。才能っていう言い方もなんかチープになっちゃうぐらいの感じですけど、本当すごいっすよね、あのハードデイズナイト、あのイントロでこうギターがジャーンって、 あのコードすごいっすよね。あれすごいっすねあれめっちゃコピーしてた時ありましたあのこの話人と初めてします。あ、本当ですか。不思議なコードなんですよ。そうっすよね、うん、なんか俺初めてそのギター弾き始めたのが多分12ぐらいなんですけど、うん、あのハードデイズナイトのこのバリーンが弾きたくてめちゃめちゃネットで調べてちょっと今も何のコードか覚えてないけどめちゃむずかった記憶あるんですよねこれどうやって押さえんだみたいな、無理じゃねみたいな。そうあれね、確かギターを2本重ねてるんですよね。あ、そういうことなんですね。なんか違うコードを2つ重ねてるみたいな。で、同時録音して、なんかサスっぽい、こうサスソーみたいな、ね、明るい感じあるし、なんかああいうちょっとしたところにやっぱビートルズのすごいこだわりというかセンスが見えるんですよ ね、 出てますよね。なんか後期になるとそれがもうこういっぱい出てくるんですけど、うんうん、初期のこういう作品もやっぱり随所にあるんですよ ね、 あるっすよね、うんうん、なんかね。2曲目、マイライフコンプ2曲目なんですけど、はい、アークティックモンキーズの When the Sun Goes Down っていう、僕多分小6ぐらいだったんですけど、ツタヤで自分で視聴して、はい、なんかそういうこうオアシスのアルバムとか集めてたんですよ、おかんに影響されて、うん、で、お小遣いとかお年玉で CD 買ったりしてたんですけど、その時にあの視聴機でなんか UK 好きならこれみたいな感じでこうバババって出てて、ああこんなんあるんやみたいな、バッて聞いたら確かこれが入ってて、はい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 、でこのこんな感じで途中からすげえうるさくなるんですよこの曲、うんうん、最初すげえメロにチャラーンチャラーンみたいな感じで始まるのに、うんうん、ダダダダダダみたいな感じになるんですけど、はいはい、それがすごい衝撃で、なるほど、もうなんか当時のまあ小6とかなんであんまいろんな音が聞いてないから、うん、もうびっくりして、うん、やべえこれだみたいな感じになっちゃって、でそのまますぐ買って、なるほど、家でもう擦り切れるぐらいそれこそ聞いたんですけどはいはい、はい、そのこの曲にもあるそのメリハリ感、あの展開の最初こう落としたコードストロークだけだけど、途中からバッ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 ってリフが始まるんですけど、そのこういきなりドカンってなる感じは今もめっちゃ好きなんですよ僕。なるほどなるほど。で、あの意識しないと全曲そういう曲になっちゃうんですよ僕本当にどの曲作ってもこういう曲になっちゃって、途中からドカンみたいな、そうそうそう、途中からすぐドカンみたいな感じになしたくなっちゃうんですよね。なるほど。とかあのラスサビでめっちゃうるさくするとかやりがちなんですよ急にリフ出てくるみたいな、はいはい、そういうのが好きなのの多分源流ここから来てるんだと思って、うん、なるほどね、そう、それでちょっとこれは上げさせてもらいたいなと。やっぱそういう10代の時の音楽体験ってね、残るっすよね。そう、残る、めちゃくちゃ残るっす、うん、やっぱ同じ曲でも今聴くのと、今初めて聴くのと10代の時に聴くのと絶対こう吸収できるものが違うっていうか、うん、全然違うっすね。もうじゃあ多分もう、ま、ベストなタイミングの時にこの曲に出会ったんでしょうねそうっすね、うん、小6が叱るべきタイミングだったかもしれないですそんな感じですね。3曲目、次は、はい、はい、3曲目なんですけど、はい、マーズ・ボルタの「ゴリアテ・ゴライアス」って曲があって、これは確か友達とかに教えてもらって、まあ、そのビートルズ聴いてアークティック・モンキーズ聴いて、で、まあ、日本のパンクとかオルタナティブ・ロック
エルレガーデンとか、ストレイテナーとか、うんうん、いっぱい聴いてた青春時代だったんですけど、その時にその友達に勧めてもらったものの中にこのサム41とかあのグリーンデーとかあったんですけど、なんかそいつが急にこれ持ってきて、うんうん、ていうかなんかこの間買ってめっちゃかっこいいの見つけて、うん、で、あ、じゃあ聴いてみろっつって家のプレイヤーかけて聴いたら、うん、これもまた当時の自分からしたら聴いたことない音楽だったんで、うん、なんじゃこりゃみたいな。なるほど。その音楽的に言うと表紙とかも、もう全然なんていうんですかね、変拍子、超変拍子で、で、コードとかもなんかわけわかんないことすごいしてるんですよ。で、今多分アナライズしたらまた違うんでしょうけど、本当当時からすると理解不能なのにかっこいいみたいな、そのショックがすごい大きい曲で、なんで今のね、僕作ってる音楽とかからすると本当になんでこんなに聴いてたみたいな感じに多分みんななると思うんですけど、実はその青春時代こういう曲をこう通学中とかにずっと聴いてたんですよね。もう一生ずっと聴いてて、でもこの曲アルバムが自体がそもそもなんか音圧すごくて、音圧すごいっていうかなんていうんですかね、こうロックのもうすごい、ああ、こういうマスタリングの感じみたいな音がしてて、それがこう耳にこう、うん、音圧感がすごく気持ちよくて、うん、めっちゃ聴いてたんですよ。なんで僕に、なんか今ちょっと聞いて思ったのは、うん、ギターにワウがかかってる、ね、あ、そうそう、あれ、そうですね、だからシンさんもワウかけて弾くときあるじゃないですか。そうですね、そうですね。そういうルーツってじゃあこう、やっぱり結構、はい、ロックなんですね、ソウルとかより。めっちゃロックですね、完全にロックです。で、結構ここから、うん、それまでやっぱ疾走感のあるロックがすごい好きだったんですけど、うん、パワーコードで、うん、まあ、たまにそれこそサスが入るとかぐらいのやつが好きだったんですけど、うん、この辺からこう重いロックが好きになりだすんです。はいはい、ちょっと粘りのある感じ、粘りのあるグルーヴの。なるほど。で、この曲とかのドラム叩いてるのも、うん、名前ちょっと思い出せないんですけど、黒人のドラマーの人ですごい数のもういでっかいドラムセットあって、うん、そこでもう こんなんなりながらバロバロバロって叩きまくる感じの人とかで、なんかそれまでこういわゆる白人音楽バンドみたいなのばっか聞いてたんで、結構その辺から例えばレイジアゲンストザマシーンとかを聞くようになったり、あとまあ、そのミクスチャー的な意味でビースティーボーイズとかもすごく聞き始めたのがこの辺ですかね。確か高校 2,3 年ぐらいの時でしたね。なるほど、はい、面白い感じです。逆にカンさんが10代の頃、はい、めっちゃ聞いたわこれっていう曲ありますか？僕はですね、いわゆるロックをそこまで通ってないんですよね。やっぱ、まあ、ビートルズから入って、はい、で中学校はもうひたすらビートルズ聴いてて、うん、ビートルズ周辺のエリック・クラプトンとか、うんうんうん、まあ、ボブ・ディランとか、ああ、なるほどなるほど、なんか割と王道な感じで、うんうん、なんかいわゆるがっつりロックには行かずにそのままブラックミュージックに行ったんですよね。スティービー・ワンダーとかから、うんうん、なんか、まあ、ソウル的文脈からもう、うん、そうですね、ダイアン・ハサウェイとか、あー、いいですね、メイフィールドとか、はいはいはい、高校の時はもうそんな感じですね。もう高校からブラックミュージック、ジャズって感じでした。なるほどなるほど、そうなんですね。はい、一番大きかったのは、マイルス・デイビスを多分高校1年ぐらいかな聴き始めて、でビッチズブリューってなんかすごい名盤があるんですけど、はいはいはい、名盤とされてるんですけど、はい、まあ、すげえ難しい難解のアルバムなんですけど、サウンドなんですけど、めちゃめちゃ響いて、その時のことやっぱすげえ覚えてて、あ、そうなんすね、高1の夏休みだったんですけど、うん、家でもうヘッドホンで聴いたらもうぶっ飛んで、本当にうなんじゃこりゃみたいな、今でにやっぱそれ引きずってる感じはありますね。なるほどなるほど。今でも好きなアルバムで、自分のなんかこういうのが気持ちいいんだよな結局ってなる、そこの一発目ってそういうとこっすよね、やっぱり、うんうんうん、はい、4曲目、4曲目なんですけど、うん、まあ、すごいちょっと身内っぽくなっちゃうんですけど、はいはい、AT キッズの「ウィーケンド・ウォリアー」って曲がありまして、レーベルが僕、はい、パークっていうレーベルなんですけど、はい、そのパークの先輩が AT キッズがいて、うんうん、そのまだ僕上京してるかしてないかぐらいの大学1年前後ぐらいに、うん、この曲が YouTube かなんかの関連でそう出てきて、もう初めてまあ、AT キッズとの出会い自体が結構僕にとってこうダンスミュージックとの出会いみたいなとこになるんですよね。あと DJ やべえみたいな、かっけえ、はいはい、
DJ やるわってなって大学1年ぐらいからこう未成年でも行けるパーティーとか行って DJ したりとか、はい、DJ やってたんですか？やってたっす、やってたっす。もう丸2年ぐらいやってたっす、大学1、2年ぐらいはもうずっと DJ やってて。あ、そうなんですか。でもう目こすりながら朝学校行くみたいな、はあ、そんな生活を2年ぐらいずっとやってたんですよ。もうバイト、DJ かクラブ行ってずっと遊ぶで学校行くのこの3本立てみたいな。そうっすか。そうのずっとやってた時期あって、その入り口がやっぱその AT やったんですよね。で AT がやってたそのイベントとかにも当時遊びに行ったりもして、そうクラブは結構だからダンスミュージックっていうのが自分の中のそのもう一つロックに次ぐ要素だなっていうのはあります。クラブとか行きますか？行ってましたか？僕行ってました、行ってました。あの周りのビートメーカーとかがやってるイベントに、うんうん、まあ、僕の時はマイスペースっていうサービスがあって、あ、マイスペース、はいはいはい、僕アカウント持ってましたよ。あ、本当ですか？はい、当時、はい、なんかああいうサービス、まあ、サウンドクラウドとかもあったかな、うん、なんかそういうところでつながった人たちがなんか一緒にイベントやったりしてて、うん、なんか行ってましたね、夜中に。うん、なんかマイクロコルグってこうちっちゃいキーボードだけ持ってってちょっとセッションに参加したりとか。めっちゃいいですね。そのイベントなんすか？めちゃくちゃ面白いですね。本当ですか？でも全然やっぱこうコアなシーンだったんで人も全然いなくて、本当身内だけだったんですけどね。でも楽しかったですね。そうですよね。でも僕やっぱ DJ はやってなくて、DJ にすごい憧れはあるんですよね。あ、そうなんすか、うん、いや DJ、 いや全然できると思うんですよ。いや、そのやりたいかどうかはまああると思うんですけど、全然できると思うし。でも僕その聞いてみたいですけどね。音楽をそんなにこう熱心にいっぱい掘らないんで、はい、だから多分向いてないですよね、やっぱ。あ、いや逆にそのこういうね、あのライフ、マイライフコンピじゃないですけど、はい、そういう感じでセレクトしたミックステープとかちょっと欲しいですよ。ミックステープか、監査のミックスみたいな。作ったことないっすね、うん、ちょっとね一回やってみたいな。そうっすね、ちょっと暇な時とかにちょっと聞いてみたいですね。作れたら。シンさんもじゃあミックステープ作ってたんですか？あ、当時作ってたっすよ、うん、全然もうあのメールとかで送ったりしてたんで人に、あのこういう感じのジャンルで DJ してるんでみたいな言って。そうなんですか。その時ディープハウスとかやってたんですけど。マジっすか。そうそう。で次の曲なんですけど、はい、大人になって出会った一曲ってことで、うん、トライブコールドクエストのエレクトリックリラクゼーションって曲があるんですけど、うん、はいはい、あのその曲なんでこの曲あげたかっていうと、そのいっちゃん最初に自分にヒップホップを教えてくれた友達がそのまさしく J ディラ的ビートみたいなのをすごく好きなやつで、うん、それこそ日本やとヌジャベスとかをすごく勧めてくれたんですよね、うん、でそれを聞くきっかけになったのがそのトライブコールドクエストだったの でその中でもやっぱこの曲のこの音の質感、うん、キックの感触みたいなのが個人的にすごく好みで、うん、未だに、はい、この曲、はいはいはい、で結構このドラムの感触というかそのミックス感というかなんだろう、うん、このめっちゃ細かいですけど、うん、ハットのディケイの感じとかほぼない感じとかね、そういうのを未だに結構参考にして、あの聞き直したりしますね。全然今でも僕もあの20歳ぐらいかな、そのヒップホップ聴き始めた頃に、はい、やっぱトライブめっちゃ聴いてて。そうっすよね。やっぱ音めっちゃいいんすよね。めっちゃいいっすね。ミックスもすごいいいし、うん、まあ、そのキックの音とかスネアの音とかすげえこう、うん、なんか自分の中でなんていうんですかね、こう、うん、物差しみたいになってますね。そうそう、なってるなってますね、うん、僕本当にほとんどの曲をそのミックスの時のビートのこうリファレンスにこれしてますね、うんうん、あ、そうなんですか。自分のやつはもうほぼずっとこれ聴いてるみたいになってるんで、はい、あのエンディングトラックということで、カンサノさんの企画ということで、はい、カンサノさんのエビバディラブズザサンシャインのカバーはい、あるじゃないですか、はい、僕初めてカンサロさんの曲聴いたあれやったんですよ。マジっすか。そう、恥ずかしいな。でサウンドクラウドか、それで知って、でロイヤーズを聴きたかったっちゃ聴きたかったんですけど、でそうしたら違うカバーで出てきて、アーティスト名のとこにカンサノって書いてたんですよ。へえ、これ何カバーなんこれみたいなってなって、あ、確かに元と音ちょっとちゃうなみたいな感じになったのと、あとこれがあのリミックスされてるやつあるじゃないですか、あれを DJ とかでかけてます。マジっすか。そう、
でそこを始まりで関西のさん知ってて恥ずかしい。でまたその別の流れでね、またまあ友達とかがみんな聞いてるとか知ってるよってなってライブ行かしてもらうみたいな感じの流れになったんですけど、そう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 、ね、実はそこをそんなところ始まりなんですよ。ありがとうございます。あの曲はですね、いやいやいや、まあ、サウンドクラウド当時やってて、はい、毎月新曲をアップしてたんですよ。まあそうなんですね。そんでもう見てる人の8割ぐらいはもう海外の人で、その曲をアップするともう海外の人のコメントがブワーって来てて、まあサウンドクラウド自体がすごい活気があったというか、そうですよね、一番盛り上がってた時期で、でその後ニューヨークかな、ニューヨークのレーベルから、うんうん、あの7インチ出したりして、今はサブスクでも聴けるんですけど、いまだになんか海外の人から言われますね、反響が。そう、あのトム・ミッシュとかもなんか聴いてくれてたみたいな。あ、そうなんですね。そう、やっぱその海外 の、 あのキュレーターじゃないですけど、うんうん、こうプレイリスターみたいな人いたじゃないですか、うん、当時から、うんうんうん、その人とかがまあそのもともとディープハウスとか好きだったんですけど、もっとこうメローな四つ打ちヒップホップみたいなとこにこうだんだん行ってた時に、その誰か覚えてないけどそのキュレーターの人、すごい有名な人がいて、そのやつに多分入ってたんですよ、関西のさんのやつが。でこう上からバーっていっぱい聞いて、いいやつ全部いいねして後でまとめて買うみたいな感じのことをしてたんですけど、そうなんですよ。だからもう酔っ払ってベロベロになりながら DJ してる時に何回もあの曲聴いてるんで、すごいもう刻まれてるっすあのベースライン。結構飲みながらやってたんですよ DJ。 あ、もうガンガンやってた、ガン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 やってた一番最初 DJ やりだした時とかもガチガチに緊張してたんで、そんなことできるわけねえだろみたいな、 あいつ酒飲みながら DJ やってるわみたいなとか思ってたんですけど、うん、もうね、飲んだ方が楽しくできるし。ちなみにその今は、はい、ギター弾くのとライブで、はいはい、DJ やるのとどっちが緊張します？DJ はね、やっぱ緊張するっすね。DJ 緊張するっすね。ギターの方が落ち着きます？そうっすね、ギター落ち着きますね。やっぱあの楽器は例えば何かトラブってシーケンス止まっても、まあ、弾けるし、うん、音出るし、うん、なんとかってなるじゃないですか。でもあの DJ って機材止まったらもう全部止まっちゃうんで、うん、なんかその心配とかがでかいですね。あとはやっぱその人の曲を扱うって時のなんか緊張感もなんかあるんですよね。多分美味しいとこみたいなのって曲の中で限られてるけど、なんかそこを活かすミックスに、例えば四つ打ちとかだとしていく時に、なんかあのそういうところを考えるのは多分慣れてなくて、そんなに DJ メインではやってないんで、こうちょこちょこやる時にもう一回思い出し直すみたいな、あ、そっかそっか、 DJ ってこういうとこ意識しないとダメだよなみたいな、毎回そんな感じなんで、ずっと最近緊張してるみたいな感じです最近もやったりしてるんですよね。そうなんですよ、単純にもう自分が好きなヒップホップとか、うん、あのをもう BPM を横断しまくってかけるみたいな、もう自由にやらせてもらってる。なるほどなるほど。ということで、はい、ここまでの、6曲挙げてくれたんですかね。はい、そうですね、はい、が新さんのマイライフプレイリストになります、はい、今の人で言うとなんだろうな、シンさんいます？今この人、僕 US の R&B よく聞くんですけど、最近 LA かなの、ELUJAY っていうアーティストがいて、シンガーなんですけど、そのアーティストのブルーって曲が好きなんですよね僕。こうギターのリフが多くてすごく、うんうん、なんかこうちょっと前までやっぱシンセとか、うんうんうん、あのメローなピアノリフ、LP リフみたいなのが、はいはいはい、結構やっぱビートのメインになってて、はいはい、でそこにこうトラップビートが乗ってくるみたいなあの構造がすごく多かったんですけど、ほんとここ1年ぐらいで徐々にギターサンプルの曲すっごい増えてて、はいはいはい、でなんかギタリストとしてはすごい嬉しいじゃないですかはい、はい、うわギター来たかもみたいな、時代来てんじゃねみたいな感じになってすごいテンション上がっててなるほど。 そう、でそれのすごい自分の中での象徴的な一曲なんですよね。236進行とかのこうダークな進行みたいなのは、まあ、王道 R&B 進行的によくあるんですけど、なんかもっとこうオルタナティブな感じがするんですよねその曲は。なんかこうコーラスのかかったギターとちょっとこう明るいけど暗いけどみたいなナインス的な響きみたいなのがすごい盛り込まれてて、でも別にネオソウルではないしなみたいな、すごいその塩梅が絶妙なんで、よかったらねぜひ聴いてほしい。なるほどね、はい、なんかその最近のトラックの中でのこう
ギターの使い方ってまたちょっとこう進化してるというか。そうですね。でもシンさんもやっぱギターの使い方すげえ うまいなっていつも思うんですよね。マジですか。うん、どういうところがですか。いやなんかこうギターの旨味成分をすげえやっぱ分かってるから。で今日まあそのやっぱ話聞いてて思ったのは、やっぱそのロックがすごいルーツにあるじゃないですか。でなんかそういうロック的な部分も特にライブとかだとすごいこうナチュラルに出してるっていうか、それがいいなって思うんですよね。なんかこうソウルとかヒップホップとかの中にこうロック的な要素もなんか自然にこう入ってるんで、すごいなっていうか、普通にこう歪ましてガーンって弾いたりなんかしちゃうのもなんかありになってるっていうか、いや嬉しいっすね。はい、なんか僕的にはその器用に弾くみたいなのをあんまこう今までの中で練習してこなかったんで、逆にそれしかできないからそれやってるみたいな感じもあったんですけど、なんか人からこう言われると嬉しいですね。あ、そういう風にも見えてんだみたいな。トラックの中でもやっぱギターの使い方すごい上手いし、なんていうんですかね、その旨味成分みたいなのが本当はっていう一緒に作った曲もそうですけど、すごいこうちゃんと凝縮されてるっていうか。あ、本当ですか。うん、結構本当はのギターはもうほんまに最後の最後まで悩みまくって。マジっすか。なかなか決まんなかったんですよあれ。あ、そうなんですね。お母さんに確か一発目 の、うん、こんな感じのトラックできたんで送りますみたいな感じで送らせてもらった時のその瞬間まで悩んでたんですね。そうっすか。なんかここでハンマリングするかどうかとか、ダラルダラダラタタタタタって行く時に小指入れるかどうかとか、そもそもメジャーセブンスじゃなくてナインスの方がいいんじゃねとか、なんかめちゃくちゃそういうので悩んでて、あとその次のコードもセブンシャープナインスかな、行ってる時もシャープナインスじゃなくても普通にセブンの方がいいんじゃねとか、もういろいろ全パターン試しまくって最終的にあれになってるんですけど、すごいなんかそれが分かんないのがすごいですね。本当ですか。すごいさらっと流れてくからあのギターってこうなんか本当にもうパッと弾いてパッとできちゃったみたいな、そんな感じで思ってました俺は。あ、本当ですか。あと結構理論とかそこまで詳しくないんで、トップノートの響きだけで持っていっちゃうみたいなとこがあるんですよ結構。はいはいはい。なんでトップだけ脳内ではある程度想像できてるから、次行きたいそのドミナントの動きとかをそのトップだけここに行きたいからサーティンス乗せとことか、なんかそういう文脈で作ることが多くて。なるほど。トップってあれですよね、だからコードの一番上の音のことですよね。そう、一番上の。そうですね。それはでも僕もそうですね、割と。そうですよね。そのトップノートの流れがこう結構いつも意識しますね、コード進行作るときに。ということで、前回から2回にわたって、シンさんの話聞きましたけど、どうでしたか。めちゃめちゃ緊張したんですけど。緊張してたんですか。いや、めちゃめちゃ緊張したっすね。いやいや緊張しましたけど、めっちゃ楽しかったっす。やっぱり、しっかりカンさんと時間作ってお話しさせてもらったことが実はあんまりなかったんで、またぜひ作りましょう。ライブもやりたいですし。ぜひぜひぜひ。はい、今日はありがとうございました。